ビジネス習ってたんですけれども、そこではビジネスの動線構築というものを習わない状態だったんですね。ずっと感覚でビジネスを続けていたという状況だったんですね。入学後1週間で売上が182万円、月商も過去最高の205万円を達成することができました。皆さんこんにちは。こんにちは。今回はスピリチュアルカウンセラーをされている天音さんが入学1ヶ月目で7日間で182万の売り上げを上げ、最高月商でも205万円の売り上げを上げられた秘訣についてですね、対談動画として天音さんの成功の秘訣や具体的に SNS マーケティングで意識したポイント、そういったあたりについて詳しく聞いていきたいと思いますので、本日はねよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。天音さんの現在のご活動内容を簡単に教えていただけますでしょうか。私はスピリチュアルカウンセラーとして主にセッション業させていただいているんですが、スピリチュアルカウンセラーを育てるための講座も開催しております。天音さんは2つの、ね、講座を運営されていらっしゃるということで、次ですね、ご入学のきっかけというところも教えていただけますでしょうか。私はですね、先に北野さんの潜在意識マスタープログラムの方をインスタグラムで見つけて、そちらの方に入学をさせていただいたんですね。そこからビジネスやってるんだということを知りまして、潜在意識、ね、マスタープログラムも北野さんの熱意って素晴らしいんですけれども、ビジネス講座の方も熱意っていうものはものすごく感じまして、説明会とかも参加させてもらって、老体制の手厚さ、再現性の高さなどですね、そういったところが素晴らしいなと思いまして、それにもともと入塾していた潜在意識マスタープログラムの潜在意識を利用してビジネスに活かしていくというところ、とても魅力的だなというふうに感じまして、入学させていただきました。ありがとうございます。弊社潜在意識マスタープログラムというコーチングスクールと、今回こちらの実践青年集客学科という今年で設立6年目を迎える講座がありまして、両方やっていまして、潜在意識マスタープログラムから実践青年集客学科にご入学をいただいたという形になるんですけども、今回弊社の集客学科にご入学いただいて、入学前と後の変化というところ聞いていきたいんですけども、入学前の状況ってどんな感じだったんでしょうか。入学前の状況はですね、ビジネス習ってたんですけれども、そこではビジネスの動線構築というものを習わない状態だったんですね。ずっと感覚でビジネスを続けていたという状況だったんですね。 SNS も気分で活用するというか、内容を考えずに気分が乗ったら載せるぐらいの感じで、あとは主に私の場合はご紹介とか口コミがメインでお申し込みが来てたんですけれども、そうすると収入が安定しない、ちょっとそこでつまずいていました。ありがとうございます。今までは口コミとかご紹介経由の制約がメインというところから、今度うちの学科に入学いただいてですね、売上面的な変化であったりとか、このようなあたりはいかがでしょうか。北野さんのご指導のおかげでですね、入学後1週間で4名のクロージングをさせていただきまして、売上が182万円、月商も過去最高の205万円を達成することができました。素晴らしいですね。制約率もすごいことになっているっていうふうにお伺いしましたけども、セット買いをしてくださる方などいらっしゃって、それが今回売上が上がった要因になるかと思います。セット買いっていうのは複数サービスがあって、こちらのサービスをご購入いただいたお客様がこっちも買いたいですっていうクロスセルってね、いたりもしますけども、それで売上がね、よりさらに最大化されているっていうところがねあるということで、すごい売上を上げてらっしゃる天音さんなんですけども、その他ビジネス面とかでうちのマーケ講座で学んでいただいて感じたような変化とか、その他何かありますでしょうか。最初に待っていたビジネスの動線構築っていうのを田野さんから分かりやすく説明していただいたことで、どのように動けばよいのか、ロジックっていうものが私の中で腑に落ちてきたんですね。ストーリーの使い方、気分で何でもいいから載せておくみたいな感じだったんですけれども、そこの使い方をしっかりと改めまして、ライブもやっていたんですけれども、週に 2,3 回本当に気分で内容も考えずゲリラでとりあえず配信しとくっていう感じだったんですけれども、そこも北野さんのご指導のもと、しっかりとテーマや内容を考えて、その代わり週に1回に減らすという感じで、週に1回に減らす代わりにストーリーズの方で意識付け、興味を引いてもらうようなストーリーを事前に上げて、ここからライブの告知というふうになっていて、公式 LINE もあんまり使ってなかったところを投稿を増やしまして、ライブの告知も公式 LINE から何時間前みたいな感じで、スタンプをしてくださいみたいな、相手からもリアクションを求めるようなことを始めたことによって、クライアント様の信頼関係が築いてきたというところで、ここからクロージングもスムーズにいき、売上につながったのではないかと思います。クロージングの制約率でいうと、何名中何名ぐらいがお制約に至ってるっていう感じでしょうか。4名中4名です。素晴らしいですね。制約率 100% っていうね、その秘訣も具体的に聞いていきたいと思うので、次のテーマではより具体的に、今回天音さんが SNS マーケティングで意識されているポイントとか画面映しながらお伺いしていきたいと思うんですが、こちらに天音さんのインスタグラムをね表示させていただいてまして、現在は未来書き換えカウンセラーというコンセプトで、フォロワー数で言うと660フォロワーというところでね発信をされていらっしゃるということで、インスタでねストーリーズやライブで意識しているポイントとか具体的にねおっしゃってくださいましたけど、今回さらにねライブで具体的にどういう内容を話しているのかっていうところとか、デザイン面とか、あとはその
プロフィール面とかで意識しているポイント聞いていきたいんですけど、プロフィールコンセプトで意識しているポイントとかございますでしょうか。最初の田野さんが個別コンサルをしてくださるんですよね。ここで田野さんが専門的に分かりやすい状態にきちっと作り変えていただいて、その前は何屋さんかわからない状態のプロフィール欄だったんですけれども、そこを分かりやすくまとめてくださったので、画面もだいぶすっきりしたと思います。プロフィールってね、会議を入れたりするだけでもすごい見やすくなったりとか、あとはこの未来書き換えカウンセラーとかですね、未来を書き換える魔法のレッスンっていう、こういうキャッチコピーっていうところを一緒に作らせていただく中で、天江さんの中でも一番しっくりくるようなところをねコンセプトにさせていただきまして、デザインとかに関してはこのカバー写真とかはキャンバとかで作られていらっしゃる感じです。そうですね、キャンバから引っ張ってきました、キャンバだとね SNS とかデザイン文字入れとかしたことありませんという方でも直感的に文字が入れたりできるので、パソコン苦手なんですけれども意外と簡単にカバー作れるんだなってさらっとできました。らしいです。インスタライブとかで高単価商品のご購入していただくにあたって、ライブでの信頼構築とかいわゆる教育ってすごい大事だと思うんですね。ライブで意識しているようなポイントとか、こういう風な話とかを意識してますっていうのがもしあれば教えていただけたらなと思うんですが、今まではその場の思いつきで決めてたんですけれども、クロージングでも自分に制限をかけてる方がとても多くて、他人が理由で買い上げしていただけないということが多かったので、制限をどんどん外していきましょうというような内容発信を主にしていくようにしました。お金の使い方ですね、ライブの中に踏み込みながらお話をさせていただくようにしました。ありがとうございます。いわゆるこういう自己投資の重要性であったりとか、お金を払って何かを学ぶっていう重要性をお伝えしていくときに、日々の投稿とかね、リールとかだと伝えきれなかった情報がライブだから伝えられる、信頼構築できる、ライブだから教育できるっていうことがたくさんあるので、そういうところでしっかりとライブをうまく有効活用されていらっしゃるなっていう。私の経験談を主にさせていただいてたんですけど、私もかなり自分に投資をしてきたので、自分の経験談がクライアント様の心に届くみたいで、天音さんのインスタライブとっても勉強になります、ためになりますと、アーカイブを全部見直しましたというクライアント様からのお声も多数いただきました。素晴らしいですね。今はインスタグラムから個別相談までの流れというのはどういった流れでつなげていらっしゃる感じでしょうか。公式 LINE にはある程度の方が登録してくださってますので、一番最初はそこから呼びかける、 LINE の配信で募集をして、個別相談 LINE の配信で、今後ちょっと忙しくなるとわからないですみたいな感じで保証させてもらって、今は動画はできてないんですけど、そのつなぎでスタイフを使って音声でのお役立ち情報というか、そういったものを配信させてもらって、その後に最後無料個別相談受け付けてますというところを入れさせてもらってるんですけども、そこからもいますし、あとはライブでの募集ですね、いろいろ変えてます。いろいろな動線からね個別につながるような流れを作られていらっしゃるということは、ね、本当にさすがだなというふうに僕も思いましたし、実際に LINE からただ個別相談やりますってやっても結構集まらなかったりするので、うちで教えているローンチのテンプレートであったりとか、そういったところもまあ活用していきながらっていうところがね大事になってくるんですけども、では次具体的にですね、個別相談とか商品の提案、いわゆるセールスで天音さんが意識しているポイントとかがあれば教えていただけますでしょうか。入塾前は最初にセッション来てくださった方にバックエンド商品のご案内をさせていただいたんですけども、今回は別相談というものを取り入れるにあたって、クライアント様のお話をしっかりと聞かせていただいて、何でつまずいているのか、問題点を明確化させてお伝えするというような形を取らせていただいています。そこでもどうしようってなってしまうというんですけれども、じゃあいつまでこれ続けますかというようなお話しに出方をしています。個別相談でやっちゃいがちなのが、この商品いいですよ、こうなったらいいですよね、こんな商品ありますっていうので押し付けみたいな感じのセールスになっちゃうとね、相手にとっても良くないですし、天音さんの場合はお客様の一人一人の悩みを明確にして、それを解決するためにこういったポイントが必要であり、でも逆にそれをやらなかった結果こんな最悪な未来が待ってしまいますっていう、いわゆるセールスでよく言われる天国と地獄を両方見せてあげるっていうことで、そこでお客さんの方からしっかりと一歩踏み出して選んでいただくっていうことがすごい大事、そこの部分の訴求がしっかりできていらっしゃるというところも、今回成約率が 100% で売れてるっていうところの秘訣かなと思うんですが、ありがとうございます。その他何かセールスで意識されているポイントとかがあれば教えていただけますでしょうか。個別相談を募集するにあたって、やる気がある人が来ていただくということが成功率につながるなということが予想されましたので、本気で変わりたい人以外は断りしますという言葉をつけて個別相談の募集をかけさせていただきます。クロージングの成功率が上がりました。これ意外ですよね。本気の方以外お断りっていう風に言っちゃうと、逆に売れなかったらどうしようっていう不安が出てくるっていう人も中にいると思うんですけど、天音さんはそれを言ったことで逆にお客様の本気度も上がっていったっていうこともあると思います。お客さんの反応とかってどうでしたか、そのワードを入れることによって。やはりびっくりされた方はいらっしゃったみたいですけれども、私スピリチュアル講座もやってるので、私の講座生さんたちからはこれ言えるってすごいですねって、すごい勇気ですね、でもかっこいいですみたいなことは言っていただきます。ここで自分が絶対譲れない思いとかしっかり伝えていくっていうのもそうだし、理想とするお客様っていうのをこちらからも選
選ぶ必要があったりするので、誰ふに構わずお客さん取っちゃうと、本当は取りたくないお客様取っちゃったりする場合もあると後が大変なので、振るい分けっていう意味でもズバッと公開譲れませんよっていうのをしっかり言っていただくっていうのは結構重要だったりします。では次です。ご入学して改めて良かったことや弊社実践 SNS 集客学科のおすすめポイントあれ教えていただけますでしょうか。入学して良かったことは、私の感覚だけでビジネスしていたんですけども、動線構築を知りたいって思ってたんで、それがとっても分かりやすく学ぶことができています。キャノさんのサポートがとにかく神レベルなんですよ。本当に感謝しかなくって、細かいところまでメンタル面まで私は聞いたりしたんですけれども、そういったところもしっかりと対応してくださるというのが本当に神サポートだなと思っていますので、そこは安心して学ぶことができているので、入学させていただいて本当に良かったなというふうに見ています。最後ですね、今日この動画を見てくださっている方で、これから SNS マーケティング始めていきたいなという方だったり、弊社の集客学科をね、ご入学検討されていらっしゃる方もね、中にはいると思うんですが、一歩踏み出したいという方に向けて、何か一言最後メッセージがあればいただけますでしょうか。最初はですね、皆さん怖いと思うんですよ。私もインスタライブは入塾前からやってたんですけれども、ベビーステップで裏垢作って練習したりだとか、一人で喋るの怖いからコラボライブ始め、そこからやっと一人でという風にステップを踏んでったんですけれども、これもやり方さえ分かったら、あとはそこに沿って慣れていくだけだと思うんですね。だけど注意してもらいたいのは、やはり独学だと教えている内容が再ビジネス講座のところだと遠回りになってしまうと思うんです、ね、どこで学ぶのかというところを、環境選びとても大切だと思います。そういった面ではこちらの北野さんの講座はとてもおすすめです。ありがとうございます。ということで、今回天音さんと一緒に対談動画をお届けさせていただいたんですけども、最後に天音さんの LINE 公式アカウントと Instagram のリンクも概要欄の方に貼っております。天音さんの LINE もね、とても上手ですので、参考になると思うので登録していただきたいと思うんですが、今だけ LINE 登録いただくと、天音さんからね、合格特典がいただけるということで、こちらのプレゼントも簡単にご説明いただいてもよろしいでしょうか。こちらですね、登録していただけますと、3週間であなたの人生に奇跡が起こる未来シフト究極の願望実現完全動画をプレゼントさせていただきます。ありがとうございます。こちらぜひ登録してチェックしてみていただければと思いますので、皆さんね、今日も最後まで動画ご視聴いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回も動画を最後にご視聴いただき本当にありがとうございました。最後に私から特別なご案内があります。下の概要欄からこちらに出てる私の LINE 公式アカウントに登録いただきますと、僕自身が今まで4年間で累計14億円売り上げてきた SNS マーケの本質をまとめた、こちらに出てる豪華11大特典っていうのをプレゼントさせていただいております。それでは一つずつ詳しく見ていきます。1つ目、毎月2000万売れる SNS× ライブ動画マーケティング徹底解説講義動画。2つ目、月1000万売れる SNS 集客改善徹底解説動画講義。3つ目、文字だけでバズるリールショート動画集客完全講義動画マニュアル。4つ目、問い合わせが爆増する LINE リッチメニューの作り方徹底解説講義マニュアル。5つ目、 SNS マーケで高額商品が爆売れする魔法のテクニック大公開完全講義動画マニュアル。6つ目、月100人集客できるインスタライブ集客完全ロードマップ。7つ目、業界最先端のインスタ集客ノウハウを詰め込んだインスタグラム超集客を電子書籍。そして8つ目、一番優しい LINE でステップメール配信術電子書籍。9つ目、プロが教える5ヶ月でインスタ1万フォロワー増やすインサイト分析完全攻略講義動画。10個目、インスタインサイト分析の自動計算テンプレシート。そして11個目、 LINE× インスタ超集客をプレミアム攻略セミナー。通常参加費1万円のところが無料で参加できるプレミアム参加チケット。これら豪華11大特典を無料でプレゼントさせていただきます。こちらはね、11大特典なんですけども、ぜひ概要欄から私の LINE に登録いただいて、こちらに出ている11大特典とですね、そのままメッセージを送りいただけましたら、プレゼントがね、自動で届きますので、ぜひこちらを手に入れて、ぜひ皆さんの売上アップ、そして集客を加速させるためのヒントとしてね、ご活用いただけたら嬉しいなというふうに思います。それではね、これからも日々有益な情報をどんどんお届けしていきますので、これからの動画もぜひ楽しみにしていただけたらと思います。それではね、今回の動画も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。